下、久保洋介は、鹿児島県いぶ郡き栄町出身の、元プロ野球選手。1996年の、第68回選抜高等学校野球大会に、鹿児島実業高等学校のエース投手として出場。林川大輝とバッテリーを組み、決勝で、高塚信行、中谷人志、北隆志を擁する智弁和歌山高校を6の3で、下し初優勝。 春夏通じて、鹿児島県生発の全国制覇を達成した。下久保の球は、9位があり、高校レベルの打者ではなかなか長打を打てなかったと評されるほどであった。また第78回全国高等学校野球選手権大会は、ベスト8で、愛媛県立松山商業高等学校と対戦、大会屈指の強打者、今井安志校に本塁打を許して敗れた。 日本大学に進学後は肩を故障し、2年秋に、監督の鈴木博士から進められて、外野手へ転校した。東都大学1部リーグ通算51試合出場、123打数22アンダー、打率、179、日本塁打、8打点、投手で4試合0勝1敗。2001年には日本通運に入社。プロ入りまで6年連続で、 都市対抗野球大会に出場し、2006年の第77回大会では、首位打者を獲得した。同年には、社会人ベストナイン外野手部門にも選出されたほか、第16回アイブフインターコンチネンタルカップ、日本代表に選ばれた。同年の大学生、社会人、ドラフト5巡目で横浜ベスターズに入団。2007年、キャンプオープン戦で結果を出し、 開幕1軍に入った。開幕2戦目の対巨人戦でプロ初出場。翌日の3戦目ではプロ初スタメンを果たした。しかしその後の1ヶ月は調子が上がらず一度登録を抹消された。2軍では打率397と好調を維持したため再度一1軍に昇格すると大ソフトバンク戦でプロ初打点となる決勝的時代を放つなど結果を残した。 とりわけ、対左投手には打率、321とかなりの強さを見せた。2008年は、大西博明の加入や、自身の不調もあり、出場機会が減少、成績も低迷した。2009年は、内藤裕太や、下縁達也など、他の若手選手の対等により、出場試合数が前年よりさらに少ない7試合に、止まり、成績も、 無安打に終わるなど振るわなかった。2010年2月8日、2年前から交際していた女性と2009年5月7日に結婚していたことが明らかになった。2010年も1軍で3試合出場したのみで10月1日に戦力外通告を受ける。11月10日に12球団合同トライアウト1回目に参加したが獲得する球団はなく引退。 元チームメイトの野口すひが運営する野球教室でコーチを務めた後、鹿児島県に帰郷して父親が代表を務める製茶会社に就職。栽培作業に従事するほか、PR、販売担当として全国を巡回している。ありがとうございます。